皆さんこんばんは。今日も夜がやってまいりました。というわけで今日も古民家で晩酌、早速始めていきたいと思いますけれども、まずテーマを発表します。今日のテーマね、今日のテーマは天ぷらで飲む、そんな感じです。では早速、まずはいつものようにこれから、はい、今日の1本目はこれ、キリン一番搾りですね。では早速いただきましょう。そしていつものように健康第一ジョッキについていきます。はい、ちょっと泡少なめでしたねまあいいでしょう。では行きましょう。人は乾杯の数だけ幸せになれます。全国の皆さん、ご一緒に乾杯しましょう。行きます。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。うまい。やっぱり一番搾りは一番うまいね。そんな感じです。はい、今日は天ぷらなんで、天ぷらしか今日は出てきませんよ。はい、たっぷり入った天ぷら、名人が買ってきてくれましたよ。当初はなんか家であげるっていう話やったんやけど、なんか気が変わって買ってきたみたい。なんかこれね、安く売ってて、こんだけ入ってんのに600円ちょいぐらいで買えたみたい。安いよね。スーパー平和堂さんありがとうが言いたいよ。まあちょっと揚げたてではないんでね、ちょっと残念な感じはするけど、ただうちにはこいつがいるから大丈夫。はい、今日も出ました、屋台横丁さん。これで焼いていくと揚げたてみたいになるからね。では早速揚げてじゃなくて焼いていきましょう。はい、では早速焼いていきたいと思います。これ結構エビもいっぱい入ってるね。ということでエビまず焼いていくよ。そしてあとかぼちゃかな。かぼちゃも美味しいからね。はい、俺の分と嫁さんの分、2つずつ焼いていくよ。はい、こんな感じかな。では少々お待ちください。はい、そろそろいい感じやね。早速食べていきたいと思いますよ。まずはこのエビからいったろ。はい、なんかサクサク感出てるよ。そして今日はまずは塩でいただこう。この塩はね、はい、久しぶりの登場、雪塩、宮古島の雪ちゃうわ、塩ですよ。これうまいからね。宮古島の綺麗な海で体の中に染み込んでいくらしいよ。ようわからんけど、とにかく天ぷらにはこの塩が一番合うからね。ではいただきます。はい、うん、めっちゃサクサク、ほんと揚げたてみたいになったよ。さすが屋台横丁さんやね。うまい。ほんとエビはやっぱり塩やね。これはビールに合う。はい、かぼちゃもいい感じになってるよ。めっ
ちゃ揚げたてみたいになってます。そして今度はこれ、天つゆ。これはね、もともとこの天ぷらセットについてたやつね。これにつけていただきます。はい、絶対うまいね。はい、天ぷらにすると本当甘みが増すね。うまい、うん、このサクサク感本当屋台横丁さんにありがとうが言いたいよ。サクサクやとビールが進むくん。はい、そして次の天ぷらも焼いてるよ。イカと大葉やね。この大葉はもういい感じやね。早速食べていきたいと思います。めっちゃ熱々。はい、大葉はこの塩でいただきますよ。ゆきじおさんでいただきます。ほんと揚げたてみたい。うますぎて1本目終了。そんな感じです。はい、2本目はいつもの本麒麟いただきます。そしていつものように YouTube ジョッキについていきます。はい、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録をして俺と飲み仲間になりましょう。では2本目本麒麟で乾杯。やっぱりうまい。はい、イカもいい感じになってるね。本当に揚げたてみたいに食べれるから嬉しいよね。そしてこれは一旦お皿にのしてこれかけていくよ。はい、これは何かというと王将マジックパウダー。これかけたら絶対うまいと思うんでかけさせていただきます。はい、ではいただきますよ。はい、うん、熱々でサクサク、めっちゃうまいわ。そしてマジックパウダー思った通りめっちゃ合うね。これは言うこと Nothing。 今日の天ぷらスーパーのやつで買っていった時は正直ねべちゃっとしてたから、まあしゃあないんやけどね。惣菜もだいぶ前に揚げたやつなんでね、どうなるかと思ったけど、やっぱり屋台横丁さん焼いてもらうといいよね。びっくりするぐらい揚げたて感出るよということで
そろそろサルちゃんに聞いてみようかな。サル吉くん、今日は何飲んでんの？それどうしたの？はい、サル吉です。いやー、ちんさん、これですね。サントリー生ビール、トリプル生。しかもロング缶。これどうしたかっていうと、そこのおばはん、そこの、今、天ぷらパクついて、ぼーっとしてるおばはん、あのおばはんにもらいました。なんでもらったかっていうとね、あのおばはん今日、ガラガラって玄関の戸を開けて帰ってきたから、サルちゃん、トコトコって言って、それで、いつものように言ったんです。おばはんさん、今日もお勤め、お疲れ様でしたって言ったらね、あ、シャルちゃん、お土産買ってきてるよ。サントリー生ビールトリプル生、しかもロング缶、どうぞ。って言うんです。え、サルちゃんがビールくれって言う前になんかいきなりくれて、おばはんさんどうしたんですか今日は。って聞いたらね、チャルちゃん、ちょっと私機嫌がいいの。なんでかっていうと、今日幼稚園さんからメール来てね、天ぷらあげてくれって言うから、ちょっと私もプチンと頭切れかかったんやけど、まあとりあえず材料を買ってこようと思って、帰りに平和堂さんに行って買いに行ったら、なんとちらっと見た惣菜売り場でなんかでかい森の天ぷらが安くなってるじゃないですか。それ見た瞬間、私あげんでもいいわ、これにしとこう。そしたら私なんで何にもせんでいいからねって思いついて、これ買って帰ったの。それで急に機嫌が良くなって、それでサルちゃんにもこれ買ってきてあげたっていう、そういうわけよ。そんな感じやでって言うんです。まあ多分ヨモチンさんは揚げたての天ぷらを食べようと思ってあげてくれって言ったんやと思うけど、まあそんなおばはんがね、仕事帰りにあげるわけないし、まあこういう結果になると誰もが思ってたけどね。まあサルちゃんはヨモチンさんに言いたいよ、おばはんがこんなね働いた後にあげるわけないでしょって言いたいわ。まあ後でサルちゃんが席をしとくけどね、まあそれは置いといて、サルちゃんはまあ天ぷらは揚げたてだろうがスーパーの惣菜だろうが、そんなことは関係なくって、ビールもらえたことが嬉しかったんで、おばはんにお礼だけ言っとこう。おばはん、おばはん、今日はなんか手抜きした、おばはん、サルちゃんにビールのロング缶くれてありがとうの、それだけ言っとくで。そんな感じで今日はサルちゃんもウキウキ気分になったわ。そんな感じです。以上。そうやったよね、サルちゃん、ウキウキになってよかったね。嫁さんもウキウキで、サルちゃんもウキウキ。まあ俺が今日わがまま言ってしまったからね、まあそれが通るとは最初から思ってなかったけど、まあこういう結果はあらかじめ分かってたんやけど、一応頼んでみたけど、まあこういう結果でみんながウキウキでよかったです。よう分からんけど、と時計を見るとまあまあいい時間になってるんで、今日もこの辺で終わりとしたいと思いますけれども、天ぷらまだまだあるんでね、俺はこの後食べて飲むよ。
焼け酒に近い感じで飲むよ。ようわからんけど。ということで、今日も見てくれてありがとう。コメントとグッドボタンはお願いします。それだけ言ったら今日はここまで。残念無念、また次回も見てね。イエロピクー。